漫画でわかる大阪万博と IR 計画。ゆきちゃん、万博もうダメかもしれない。工事が間に合わないんだ。ヤクヤク、諦めないでよ。1年後でしょ。まだまだ間に合うよ。ヤクヤク、嘘、そんな、新しいマスコット探さないと。本当にひどい夢だったわ。大阪万博の工事が大幅に遅れている要因としては、建設業の供給力に余裕がないことがある。政府が公共事業を削りまくったことや、デフレ不況を放置してきたことが、建設業の衰退を生んだんだ。特に小泉政権の構造改革による公共投資の大幅削減により、建設業の労働者数は3割程度減ってしまった。政府は円をいくらでも発行できるが、国内の労働者や企業の供給力を超える事業は行えない。政府が金をケチったり、不況を放置したりすると、供給力は削られていってしまう。高山先生、相変わらずロックンロールな授業だったわね。しかし、ゆきちゃん、顔色悪いけど大丈夫？最近のあまり眠れないのよ。ところで、大阪万博がやばいのは先生が言う問題もあるけど、開催地夢島の条件が悪すぎるということもあるわ。あきちゃん、軟弱地盤という言葉は聞いたことあるかしら？夢島は埋め立てて間もないズブズブの底なし沼みたいな土地を、さらにその下もズブズブの鉱石粘土。ある程度大掛かりな建造物を建てるには50メートル以上の四軸を打つ必要があるわ。かき混ぜたばかりのホットケーキミックスの上にパビリオン建てろと言われてるようなもんよ。でも東京や横浜とか埋め立て地にビル建てまくったりしてない？そんなに大変なの？横浜みなとみらいの開発には30年以上の月日と3兆円以上のお金を費やされたわ。埋め立て地の開発って本当に大変な事業よ。さらに万博で問題なのはガイドラインに万博後杭を抜いて元に戻せという謎の指図があるということね。3階建て以上の建物は杭を打たないと建てられないと言われているわ。写真はオーストリアのバビリオンの観光イメージね。まずほとんどの建物で数十メートルの杭を打つ必要があるでしょう。そしてその長い杭を抜くのは打ち込むより大変よ。必死で打った杭をまた抜けって？土建屋さんも万博の仕事を避けているって噂あるけど、そういうことか？さらにこの島、交通インフラが脆弱な上、コンテナヤードがフル稼働してるのよ。船から降ろされたコンテナを運ぶ大型トラックが行き来しているから、工事が本格化すると工事車両とバッティングして大渋滞になることが予想されているわ。さらに水道や電気などのインフラもまだまだ整備されていないから、大量の発電機や水が必要となるわね。ところでさ、そんなに不便で地盤ゆるゆるの島でなんで万博やるの？この島で統合型リゾート施設 IR 建設を予定しているという背景があるわ。まあカジノがメインなんだけど、そのためのインフラ整備を万博を出しに進めたいのが本音でしょうね。カジノのために膨大な公費をぶち込むってそりゃ反対されるか。でも外国人がいっぱい来て大阪にお金落としてくれるなら日本経済にはいいんじゃないの？この計画をがむしゃらに進めてきた維新の会はそう言っているわね。しかし他のライバルと比べると外国人観光客を呼べるか怪しいわね。この地図はマカオだけど、国際空港のすぐ近くに巨大な IR 施設があるわ。韓国やシンガポールも国際空港の近くでインフラがよく整備されているわ。夢島ってさ、大阪湾の端の端よ。国際空港からも大阪中心部からも離れた辺鄙なところよ。本当に諸外国からお客さんが来るかしら？どうでもいいけど、ゆきちゃんの外国人観光客のイメージひどいわね。さらに経営は米国のカジノ資本だからね。美味しいところ全部持ってかれるんじゃない？下手したら日本人のお金がひたすら収奪されるだけかもしれないわ。維新の会は1兆円の整備費用のほとんどをカジノ資本に出させるとか調子良いこと言っていたけど、結局違約金なしでカジノ資本は撤退できるとか、土地整備は大阪がやるように不利な契約を結ばされているようね。
撤退したら、この島に膨大なお金と労力ぶっ込んだのが、水の泡になるからね。むちゃくちゃ足元見られていない？日本の土木技術の結晶、関西国際空港ですら、開港後、土地が4から5メートル沈降して、対策に苦労していたからね。夢島でも、すでに2000億円以上の地盤対策費用が見込まれているけど、どんどん膨らんでいくでしょうね。万博は何とかやるしかないにしても、IR なんかやめた方が良いわね。震災復興の問題もあるし、それにもっと良い夢島活用案はあるわよ。コンテナ船は効率化のためにどんどん大型化しているけど、コンテナ1万数千個詰めるメガコンテナ船が寄れる港が日本には横浜しかないのよ。だからね、メガコンテナ船はみんな釜山に寄って、そこで中型のコンテナ船に乗せ替えて日本に行くという効率の悪い物流になっているわ。今の夢島はこんな感じ。東側が水深16メートルの岸壁とコンテナヤード、メガコンテナ船が着くのには水深18メートルが必要なのだけど、ここの近くには海底トンネルが通っているから、おそらくこれ以上の掘削は不可能ね。だから IR 用地をコンテナヤードにして、北側と西側周辺を掘削してメガコンテナ専用岸壁にしてしまえばいいんじゃないの。大阪湾の水深を見ると、水深18メートル以下のところが多そうだから、かなり大掛かりな工事になるわね。でも大阪湾の端の夢島だからこそ、物流拠点専門で開発するのが良いと思うわ。こんな感じで物流の中継基地にすれば良い。メガコンテナ船が着岸できる横浜新港に2000億くらいかかっているから、それ以上はかかるでしょうけどね。でも市民生活向上に寄与しない IR と違い、物流コストを下げるという効果を大阪、西日本全体にもたらすわ。面白い案だとは思うわ。でもお偉いさんは意地でも IR やりたいんでしょ。カジノで一発当てたいのね。おっさんのしょうもない夢よりもっと地に足のついたことしてほしいわね。ご清聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価を何卒よろしくお願いします。